このニューアクション、つまりデフニュー、この17行目で実行される内容は、実際にどのようなものなのかというのを Ruby モードで確認することができました。Ruby モードは Exit で抜け出ることができます。これで元に戻っておきましょう。さて、ここでアットマークブログの中に入ったのは、ブログ .new というものだということはわかりました。しかし、このブログ .new とはどういうものなのか、インスタンスは何なのかということが少し疑問に思う方もいると思います。じゃあその内容についてもう少し詳しく見ていきましょう。では、このブログですね。このブログクラスに該当するのは、この blog.rb というモデルのファイルです。モデルのクラスです。クラスというのは設計図のことです。そして、この右側に書いてあるアプリケーションレコードというのは、この結論から言うと、ここのアプリケーションレコード .rb のこのクラス、ここのクラスが持っている機能全部、このクラスブログに引き継ぎますよっていう意味です。引き継ぐって何よっていうところなんですが、アクティブレコードベースという、これは Ruby on Rails の大元の根幹の機能の一つで、データベース管理システムと Ruby の世界、これをつなぎ合わせる。データベース管理システムの中の SQL と Ruby の世界の、まあ、Ruby Go ですね。これを翻訳して、結びつける。そういう機能を、まるっと持っているものなんです。それをすべて引き継ぎ、さらにそれを引き継いだものをまた引き継ぐということで、一連の Ruby on Rails のデータベース管理システムとの翻訳の機能が全部入っているというクラスになっているんです。さあ、その中で blog.new と実行したときに、じゃあなぜこの ID やタイトルやコンテンツやグリッドアタッドやアップデートアットが入るのかということです。これについては、このデータベース管理システムと連携をしているアクティブレコードベースの機能によって、じゃあこのクラスのブログっていうものがデータベース管理システムの中のどこのテーブルに該当するのかというのを認識する必要があります。では、この Rails の DB の接続モードを使ってですね、実際にデータベース管理システムにアクセスしてみましょう。はい、で、Rails DB によって表示されたこの画面。これはですね、SQL を実行できるモードになっています。ここで実行するのは、バックスラッシュ D のブログス、まあ、ブログステーブルの中身を見てみましょうというものです。バックスラッシュ D、ブログスと実行すると、カラムは ID やタイトルやコンテンツやクリエイトダットやアプリダットっていうカラム、これは列ですね。列を持つ表ですよ。このテーブルの中には ID やタイトルやコンテンツやクリエイトダットやアプリダットがありますよと。どこかで見た記憶はありませんか？この ID というのはこの ID のこと。タイトルというのはこれのこと。コンテンツというのはこれのこと。クリエイティッドアットというのはこれのこと。という形で、データベース管理システムの中に作ったテーブルと、Ruby の中の世界の実際の概念、クラスや、その中に入っているものを結びつけるということを実行しているのが、このブログが継承している、アプリケーションレコードが継承している、このアクティブレコードベースの中に、そもそも最初から組み込まれている機能なんです。このようにして、このような背景から、ブログ .new と実行すると、そのブログという名前に紐づくテーブル名、Ruby on Rails の中では、クラスの複数単数形に、先頭文字が小文字で複数形にしたテーブルと紐づくというのがルールで決まっていまして、そのテーブルに基づいて、インスタンスが作成されてきて、それが結果として返ってきてインスタンスになりますよっていうことなんです。そしてその内容がアットマークブログに入った。これがデフニューの実際に実行された処理の中身です。